ファイルと救えデジモンワールド。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。前回のパートでグレイモンとピッコロモを仲間にしたのかな。グレイモンはその前回だったか。でですね、1日になりましたので、ギアサバナにやってきました。その意味はですね、これ逃げるとどこに行くんだろうな。とりあえず戦っておきますか。うわ、外れた。そんな感じだ。ガン、アンドロモンもそろそろ寿命なんですよね。さあ、1日にギアサバンナに来るとですね、1日から15日の間ですね、ギアサバンナに来るとショップがあるんですね。はい、ランカードだな。まあとりあえず20万まで買いますか。全然カード珍しいですね。完全体出たよ。ご質問が多くなってきたか。デビモン、じゃあ25で売れるのを1枚で3枚パック買いで。何、豆もやった。最後買ってよかった。
これでまた明日買いに行きましょう。ついでに、殿様下戸門のとこに寄ってからですね、戻りましょうか。赤鳥のシャーマン、すごい釣り竿が欲しくて仕方ない。パタモンだ、かわいいな。早くパタモン育てたい。砂漠から一気に湿地だもんね。あ、そうか、機械だから湿気に弱いんだ。もうちょっと、あ、そうだ、ですね、チャンネルの、表示タイプをあのディレクターっていうのにしてみたんですけど、どうやらそうするとランキングかなんかに入れるみたいですね。で、そしたら本日の再生回数でなんか75くらいいただいたみたいで、皆様のおかげですね。ありがとうございます。これからも頑張っていくんでよろしくお願いします。スエス、スピニングショットからのメガトパーツ、我慢する。今回メガトパーツ、うわ、ブロックされた。ウィングカッター。あと一発だ。うわ、出た。液晶化現象。それを華麗に潰してメガトパーツ。これは毒になってる。よくやったアンドロモン、ありがとう。おお、珍しい MP フロッピーもらっちゃった。さすがアンドロモン、完全体だけど。でも、おお、こんなところにデジだっけ。苦戦したな。第4強、大音響なんですけど、で闘技場ができたんで、レコンは誘っちゃいましょうか。はい、闘技場ができるとお誘いすることができるんですね。で、この今ゲコモンが言ってくれた通りですね。はい、300だっけ。すごい通常まで300ですか。ここら辺とか、あ、1ポイントになるんだ。1ポイントでもいいよね、どうせまた溜まるんだから。作業芸だ。あ、これ5ポイントになるんだ、高えな。この過程はおそらく一度しか見せませんね。影でやる形にした方がいいでしょう。でも見せちゃうかもしれない。実況中にこれをやっちゃうかもしれない。お、
ご質問だけで45ポイントになるのか。まとめてできればいいのかな。このデジモンワールドではテントモンは日に当たってないんですよね。デジモンアドベンチャーでこそコウシロウのパートナーデジモンになって脚光を浴びたが、テントモンになれないですからね。ダブってる成熟期あった。おお、200いったね。これじゃあ明日で300もたまるな。余裕だ。さ、じゃあ帰りましょう。多分ですね、今日休んで朝一で一回トレーニングしたらアンドロモンはそこで寿命なんじゃないかな。残念だけど。それじゃあお休みですかね。あ、ちょうど寿命になってなっちゃいましたね。お疲れ様アンドロモン、ありがとう。ポヨモン、最も現実的と、違う、失礼しました。最も原始的と言われているクラゲのようなジェル状のデジモン。見かけによらず強い生命力と適応力を持っている。はい、大事なとこで噛みましたが、よしよし、間違った、褒めちゃった。ここですね。幼年期と幼少期、少年、幼年期と、あ、幼年期、これでマスターしましたね、ようやく。で、次がこいつになるんですよね。トコモンになって、トコモンから、パタカピオになるんですよね。では肉が必要ですね。なもんかな。ではちゃちゃっと特門にしていきましょうか。次こそはバードラモンだ。動き方が可愛いな。トレーマニュアルを持ってるおかげで
ントがちょっと高くなるのがありがたいですね。本来なら9なんでしょうけど。偉いぞぽよもん。1回くらいは怒んなきゃいけないのかと思ったけど、よくやった。よし、いっぱい食べて大きくなれよ。おやすみ。おやすみ。さ、じゃあそろそろ進化ですね。はい、進化。音量を下げてください。進化、トコモン。かわいい。さあトコモン、頑張ってこうな。携帯トイレ。あ、カード屋さん行くの忘れた。あれ、カード屋さん。あれ、1日にアンドロボンが死んで、これ2日目なんで行かなかったんだっけ。おやすみトコモン。また朝。てかまた今日か、お昼寝か。目開けて寝るな。はい、あざーす。ぽよんぽよんしてる。ギア下がんな。やばい、待って、ぶつかって、あ、危ない。カードをですね、全部集めることに一つ意義があるんですよね。おお、いいカードが買えますね。どこも完全体デジモン。あれ、静寂機だ。グレモンやったね。ガルヌモンやったね。モノクロやった。絶好調だ。雪だる、すげえ。連続で高カード引いてる。ああ、4回連続はすごいね。ベジーモンか。成熟期一応ね。スカルグレ、すげえ。これで終わり。ヤンマ、ヤンマ、スカ。買ったカードたちはここで見れるんですね。揃ってきましたね。こうも。次はね、こいつにするつもりなんですよ。ドラキモンだ。
まだブラキモンとはお会いしてないですね。かぶ…あ、テントモンか。コウシロハンって言ってそうだっす。言ってそうなね、今にも言いそうなカードですね。こう見るとゴツも可愛いんだけど、こう見るとブッサイクなんだよな。雪だるもん可愛い、やばい。あ、今からするのがこれですね。バードラモン、ピオモン、トコモンからピオモン、バードラモン、ホオモン、この流れでいきますね。さ、じゃあこのカードを使って、ほらトコモン可愛いけども、よしよし。はい、オートパイロット。ただいま。また素早さを上げましょうか。進化だね、頑張ろうね明日も。じゃあおやすみトコモン、また明日。いや、もしかしたらまだ今日かもしれない。このまま寝る。あ、まだ今日だった。219、229、進化。音を下げてください。ましたね、バッチリです。そうだ、空じゃないんだよ。ほうほうほう、かわいい。ピオモンかわいいぞ。こいつか。じゃあおやすみ。さあ、それではご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。